こんにちは、10月24日秩父おもてなし TV 小泉智美です。最初これ被ってるんで真顔でやれって言われたんですけども、喋っちゃうだけで笑ってしまいました。ごめんなさい。さあ、いいねの数がですね、ちょっとまだまだ伸び悩んでいます。秩父夜祭りまでいいね1000件目指していますので、ぜひ皆さんいいね登録お願いいたします。さあ、それでは今日もですね、もう盛りだくさんでお送りしますので、まずはラインナップご覧ください。さあ、今日のラインナップです。今日のゲストはサルベージを運営しています坪内宏さんに伺います。そしてウィークリーニュース秩父は繁盛博の様子、そして秩父に新しくチーズ工房がオープンします。そしてバンバン表参道祭りのお知らせ、レストラン電車5丁2席の私服のこちらもお知らせ、そして最後市役所インフォメーションは名泉館祭りと雲海シーズン到来の情報です。さあ、今日も盛りだくさんでお送りしましょう。まず最初はゲストのコーナーです。さあ、今日のゲストは秩父市宮の川でレストランサルベージを運営しています坪内宏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはもう今日目の前に素敵な野菜がたくさんあるんですが、実はレストランを運営しながら畑もやっているという、はいはい、とってもちょっと珍しいレストランだと思うんですけれども、はい、まずはちょっとこの野菜たち教えてもらってもいいですか。はい、今日これ朝僕が、畑で収穫してきた野菜なんですけど、はい、僕たちの畑でですね、年間通して150品種、150、はい、はい、野菜だけでですね、はい、その他にハーブですとか、あとはイタリア料理に欠かせない小麦、うん、あとはお米に、それにイチローズモルトさんや秩父ビールさんの二条麦なんかも酒漬けしてます、うん、はい、すごいですね。そしてもう野菜生き生きしてますよね、はい、取れたてなので、はい、今日ですね、取れてるのがもう今日だけでももうレストランでは50種類ぐらいの野菜が収穫されて持ち込まれるんですけど、はい、その一部を今日お持ちしたんですが、寒さも厳しくなってきて、いよいよ冬野菜ということでですね、ブロッコリーですね、ちょっとこれは一般的なブロッコリーもあったりとか、あとこう茎が長いブロッコリーなんですけど、イタリアのブロッコリーでスティックセニョールっていう品種のものだったりとか、あと寒さを増すと美味しくなる、キャベツですね、うん、それから何といってもからいろいろ鮮やかな大根、それからスピナッチ、ほうれん草ですとか、あとはバターナッツスクワッシュ、それにかぼちゃですね、あと可愛らしい紫キャベツなんかも収穫されてますね、はい、そして卵もあるんですよね、はい、僕たち その農業をやっていると、例えばキャベツ この外の葉っぱですとか大根の葉っぱ、こういったその野菜を収穫した時に出る残さもたくさん出るんですね、うん、それからレストランを運営していると、どうしても、仕込みの段階でこの食材のロスが出たりとか、あとは野菜くずですね、うん、そういったものっていうのがゴミにしてしまうのはとてももったいない、うん、というところですね、有畜農業っていうんですけど、農業の中に畜産業を絡めると、そういった、暮らしの中から出る残さやその残飯と言われているものを餌にして新しいエネルギーに変えることもできるので、うん、僕たちは有機循環型農業の中に養鶏を取り入れた有畜農業になってるんですね。はい、はい、健康的な餌を食べたニワトリさんは本当に美味しい卵を産んでくれます、うん、でもちろん野菜くずだけでは卵を産めないので、餌となるものもほとんど全てこの秩父地域から出る、ものを利用しているんですが、例えばお豆腐屋さんから出るおから、うん、はい、はい、秩父には美味しい大豆がたくさんあるので、お豆腐屋さんもまだ元気にたくさんの店舗が運営してるんですけど、そういったおからを利用して、それからお米の米ぬかですね、うん、このおからと米ぬかが主原料となって毎日発酵飼料、ほかほかの微生物によって発酵した餌をニワトリに与えて健康的な卵を作っています。うん、本当にもういろいろなこう連鎖がうまくこう、はいはい、重なり合っていて、そして坪内さんが作るまたそのイタリアンもとっても美味しくて素敵でおしゃれなものがいつもできていて、はい、いつもお店繁盛されているんですけれども、実は海外でもそういった意味では、はい、お呼ばれしていた、はい、ということなんですか。はい、はい、近年ではですね、まあ、イタリア国内ですと、ボローニャ地方の中にある、サンマリノ共和国という独立国家があるんですけど、はい、そちらにですね、ヨーロッパ初の神社、うん、ちょっとびっくりするかもしれないんですけど、はい、サンマリノ神社ってそのまま言うんですが、うん、
去年がですねちょうど三枚の神社の設立してから3周年ということで、何か記念の式典をしようということで、三枚の共和国の公式晩餐会が日本三枚の、三枚の日本祭りという形で公式晩餐会が行われたんですね、はい、その中の、8人日本から代表シェフが行って、日本のイタリアンと、現地の、ミシュランの星付きのレストランの会場を借りて現地のイタリアンとコラボディナーを行ったんですね、はい、すごいですよね。皆さん反応どうでしたか？やっぱりですね、はい、現地のイタリア料理っていうのはやっぱりその郷土料理ですね、郷土感があるくっきりした料理なんですけど、日本人の料理っていうのは独特のその旨味ですとか、あとその盛り付けの小さなところまで配慮したようなきめ細かな料理というのがですね、三枚の皆さんにも大変喜んでいただいて、大きなその成果があったんじゃないかなと思います。はい、はい、なんかもう私たちもですね、秩父代表ではなくてもう日本代表として行かれているので、いやいやいや、すごくあの、はい、誇りに思うシェフっていう感じなんですけれども、はい、でもすごく秩父にも愛着をいろいろ持たれていますけれども、はい、そのなんかあの根本的なところっていうんですかね、こう根っこの部分っていうのは一体どういうところなんですか？根っこの部分はですね、僕自身この町が大好き、で最初は好きという気持ちだけだったんですけど、自分にも家族ができて、子供たちを育てているうちにですね、本当にいい町だなってやっぱり思うんですね、で外を見ると余計思います。ほー、うん、夏にはその清らかな川があって川遊びができたりとか、まあ、秋には一緒に栗を拾ったり栗を拾ったり、そういった秋らしい味覚のたくさんある秩父、冬は氷柱に、それから美しい雪原も綺麗ですよね、でその寒さの中で野菜たちはより一層甘みを増していく、はい、そしてなんといっても春のミツバチが飛び交って菜の花が咲いて、はい、花がいっぱいある秩父、子供を育てるのもそうなんですけど、僕たちその秩父出身の人間たちがですね、住んでいても本当に美しいなって思える町、いつの間にかやっぱり好きだなっていう気持ちから、やっぱこの町をどこかで愛してるんでしょうね、好きから愛に変わって、本当に町の見方っていうのが少しずつ少しずつ年を取るにつれて本当に素敵な町だなって思うようになりました。おー、すごい素敵ですね。本当になんかそういう季節と一緒に野菜たちとかも一緒に寄り添ってるっていう感じですね、はい、そんな坪井さんが作る素敵なお料理、はい、お店だけじゃなく今はいろんなところで食べられるということで、はい、はい、実はレストラン電車でもシェフをされているんですが、はい、今日はちょっとさっきあの見ていただいたかのように52席の私服の今日はちょっと PR にも来ていただくので、またその時にちょっとその辺のお話も伺えればと思います、はいはい、でも今お店もですね、ランチ営業なんかもあるんですよね、はい、平日はやっぱりこの野菜たちを作っているので、はい、平日のランチ営業は、現在できていないんですね。で週末と祝日はですね、観光のお客様も秩父にいらっしゃいますし、昼間しか来れないというお客様も中にはいらっしゃいますので、土日祝日は、ランチ営業の方を行っております。はい、そしてディナーはいつもされていますの で, そうです、ね、はい、ぜひなんかいろいろな機会にぜひ皆さん足を運んで、はい、この野菜たちを一緒に召し上がっていただければと思います。はい、ということでちょっと坪井さん、今日は最後までいろいろちょっと坪井さんに絡めて、はいはい、お話伺えればと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。坪井さんでした。さあ続きましてはウィークリーニュース秩父です。さあまずはじめは先週土曜日日曜日、秩父ミューズパークにて繁盛博が行われました。その様子レポートしてきましたのでご覧ください。さあ10月21日秩父ミューズパークでは繁盛博が行われました。繁盛博は坪井さん行かれたりしました？僕もですね毎年出店してたんですけど、はい、10月どうしてもイベント多いんですよね。で僕はですね大宮の方で行われていた埼玉わびさび大祭典というのを出展依頼が来て、はい、そちらの方に行ってたんですね、はい、そうなんですね。もういっぱいいろんなイベント10月11月ありますもんね、はいはい。まあ、このように秩父地域のですねいろいろな出展がありまして、まあ、このように歌舞伎のペイントしているようなところもありましたし、消防団の募集なんかもありました。
なんかここに行くといろんな秩父の方に会えますよね。はい、もう挨拶するだけで歩いてられないぐらいですね。本当そうですよね。はい、でも皆さんこうちっちゃいお子さんも楽しめるイベントで、そして紅葉がすごく今イチョウが綺麗なので気持ちがいいところですよね。はい、ということで繁盛博をご覧いただきました。さあ次の話題はですね、チーズ工房が今度28日にオープンするんですが、実はつぶーさんも最初の方からご存知だったということで、はい、はい、チーズ工房を立ち上げるということでですね、僕も知らなかったんですけど、はい、実際にですねお店の方に来ていただいて、はい、実はこういうモッツァレラチーズを作ろうと思っているんですが試食していただけませんかっていう形で、初めてのきっかけだったんですが、はい、僕自身地産地消のレストランをやっていて秩父にチーズ工房があったらなってやっぱ思ったんですよ、すごい、はい、そうですよね、すごい嬉しくて、でチーズってすごく奥が深い世界なので、はい、正直いきなし美味しいチーズを作れるかって言ったら、誰でもできるわけないじゃないですか、でもですね何度か もう試食させてもらってお店でも使わせてもらってるんですけど、はい、だんだん美味しくなってきてますね。おー、すごい気になりますね、はい、実は事前に私も取材に行かせてもらいましたので、ぜひちょっとそちらの様子をご覧いただきたいと思います。さあ私は釜の上農村村と書かれた交差点からこちら小鹿野に続く道沿いにやってきました。なんとここにですねこれからオープンするチーズ工房ができたということなんですが、こちらですね、とっても可愛らしいこちらのお店、今日は皆さんにご紹介したいと思います。さあこの度はオープンおめでとうございます。まずなぜ秩父でチーズ工房を開こうと思われたんでしょうか。私もともと東京の出身で、生まれも育ちもずっと東京におりまして、で大学出てからずっと新聞社業界専門誌に勤めてました。でちょっと体の調子を悪くして休む機会があったんですけれども、まあ、それを契機に、まあ、戻ることもできたんですけれども、まあ、新しいことをやるなら、まあ、年齢的にはこれが、まあ、最後のチャンスかなということで、もともと非常に好きだったチーズ、だから、まあ、子供の頃ちょっと酪農に関係する仕事もしてみたいなというふうに思いもあったので、思い切って、退職をして、チーズの勉強をしようということで北海道で修行をして、昨年妻の実家であるこの小鹿野町が妻の実家なんですけれども、まあ、そこに転居をしてチーズ工房を始めることにしたという経過です。はい、奥様はやっぱり旦那さんが急にチーズ工房やりたいなんて言い出すときはびっくりされたんじゃないですか。流れ的に、そうだねっていう感じで あまりびっくりはしなくて、最初から賛成でした。はい、どんなチーズを目指して作られるんでしょうか。やっぱり秩父っていうのは本当に食文化というか食材が豊かな地域だなというふうに思っています。で、まあ、ここフルーツ街道のちょうど起点にあるところでフルーツもたくさんありますし、まあ、ジビエもあるし、それから美味しい水もあるし、それから、まあ、当然酪農もあるということで、そういう秩父の恵みを生かしたチーズを作っていきたいなというふうに思っています。でも実際今使っているミルクは小鹿野の吉田牧場さんから供給していただいて、毎朝搾りたてのミルクを運んできて、でそのフレッシュなミルクを、美味しいミルクなんですけれども、そのフレッシュなミルクをすぐチーズにするという形でチーズ作りをしています。でまあ、これから先もやっぱりそういう果物だとか、それからあとお酒類ですね、発酵食品がたくさんあって、すぐそこにもウサギダワイナリーさんがあり、世界一になったイチローズモルトのベンチャーウイスキーさんがあり、それから武甲さんだとか秩父錦さんだとか、あと秩父ビールさんだとか、たくさんのお酒があってチーズに合うものがたくさんあるので、そういう方々とも一緒に何かさせていただければ、まあ、こっちは死んだものですからあれなんです、そんな大きいことは言えないんですけれども、やっぱり
そういうものを生かしたチーズが作りたいなというふうに思っています。はい、オープンの時には、はい、いろいろなイベントも考えられているそうなんですが、教えてください。オープンは10月28日の日曜日を予定しています。で、12時正午からこの工房兼店舗で、行います。で、横に広い駐車場があるので、そこで試食もしていただいて、で、特にここの工房で作ってすぐに作りたてのチーズを試食していただけるような企画もやりたいと思っていますし、あと吉田牧場さんから子牛を連れてきていただいて、なんか楽しい催しといいますか、オープンイベントにしたいなというふうに思っています。はい、オープンしたらもうこちらで常に買うことができるんですか？フレッシュなタイプのものが半分ぐらいと、あとは熟成させたタイプ、日持ちのするタイプの、もの全部で 7,8 種類のチーズを最初は考えています。私たちも楽しみにしていますので、はい、美味しいチーズの作り頑張ってください。ありがとうございました。さあ、本当に楽しみなチーズ工房さんなんですが、はい、実はこちらにチーズを用意しました。はい、ちょっと坪内さんにも一緒に食べてもらって、はい、食レポにチャレンジいただこうかなと思ってます。はい、はい、ぜひぜひちょっと一緒に食べましょう。はい、これ白カビ系ですか？はい、そうですね、これモッツァレラですね。モッツァレラはこっちですね。はい、カマンベールでした。はい、さすが、ナイスツッコミいただきました。いただきます。はい、やっぱり2人とも香って。はい、うん、どうでしょう。香りがですね、まずしっかり、日本のカマンベールってこのカマンベール独特の発酵香がしないんですよ。でもこれはですね、現地のカマンベールにも負けないぐらいしっかり発酵香ありますし、はい、あと口どけですね、はい、最初ですね、タンパクがベロの上に広がって、はい、その後に脂質がこう香りと一緒に広がってくるんですけど、バランスもとてもいいですね。あと塩加減もちょうどいいので、このままお酒のおつまみにもなるんじゃないですかね。確かに、本当そうですね。もう今ズバリ、さすが料理人、素晴らしいですね。はい、すごいです。でも本当なんかこの生乳感っていうんですかね、ミルク感がすごく感じられて、美味しいですね。うん、とても美味しいです。ね、これ実は坪内さんもね、本当お店だったりとかでいろいろこれ今度使われるということで、はい、このチーズもお店でも使われますし、あとはですね、レシピ監修なんかもしてるんですけど、うん、西武鉄道さんの至福の五人席の、うん、10月、11月、12月のディナーの方の総監修もさせていただいてるんですね。はい、そこでですね、この山並チーズ工房さんのモッツァレラチーズ、うん、ぜひ紹介したいなというところで、前菜の一皿目に使わせていただいて。そうなんですね。はい、でクルーの皆さんにも食べてもらったんですが、とても評判が良かったです。お、ぜひぜひこちらのモッツァレラですね、私が間違えそうになった。はい、はい、ぜひぜひで28日には皆さんお買い求めいただいて食べれるということなので、ぜひお邪魔してみてくださいということで、山並チーズ工房さんのご紹介でした。さあ、続いては秩父神社の表参道、バンバ表参道祭りでですね、PR があるということで、ぜひ呼び込みたいと思います。くまちゃん、くまちゃん、ありがとうございます。こんにちは。さすが、くまちゃんです。くまちゃんこと熊崎さんです。いや、どうも、ご無沙汰します。どうもどうも、この可愛いのもありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今日は何の PR に？今日は10月の28日にですね、はい、バンバ町のバンバ通りで行われる、はい、フリーランド中のこの表参道祭りの CM に来ました。はい、ありがとうございます。今日は、今回もオイランド中あるということですね。はい、毎年やってます。はい、オイランド中はいつにあるんでしょうか？時間帯とすると、2回あるんですけども、はい、お昼ぐらいと夕方ぐらいに、もう具体的に何時っていうのはあるんですよね。はい、12時半と3時頃って書いてある。そうですね、12時半と3時頃にあると。アバウトな感じがいいですよね。はい、そうですね。そして、はい、バンバの商店街の皆さんではいろいろなお売り出しがあるということで。そうですね、はい、現金すくい取りのこの抽選券を、なんだ、加盟しているお店で買い物するといただけますので、その抽選券を持ってきて、はい、ガラガラポンをやると
いいことがあるかもしれないといういいことありそうですよね。一等はもう500円玉の現金すくい取りですから、はい、結構ないい額になりそうですね。もうそれはもう数万円になります。おそれはもうやめられないですやめられないですよね、はい、そしてあの他にもあのいろんなイベントあるんですよね。そうですね、はい、いろいろストラックアウトとかですね、はい、クイズとか輪投げとかいろいろあるんですよ。はい、いろいろあるんですよね。いろいろやってますね、はいはい、でもあの秩父神社に今最近観光客の方もたくさんいらっしゃってるので、はい、表参道ということなので、はいはい、もう賑やかになって楽しそうですよね。いや本当ここ数年、あのお店の方も何店舗も新しくあの新規で出店していただいて、はい、でまあ、昔からやってるお店もたくさんあって本当にあの刺激を受けながら、うん、今一生懸命頑張ってるところですので、はい、ぜひ皆さんも来てくださいぜひあのくまちゃんのお店もですね、実はあのすごい老舗なんですよね。いやそんなちょっとぜひ PR をね、はい、あの神社の鳥居の前でですねあの110数年、和菓子屋さんをやってます、八幡屋本店と申します、はい、よろしくお願いします。和道もなかはい、ぜひ、ね、皆さんいろいろたくさん買って現金すくい取りもしていただいたり花魁道中楽しんでいただければと思います、はい、10月28日日曜日ぜひお出かけください。くまちゃんありがとうございました。さあ続きましては西武鉄道で、52席の至福というレストラン電車が走っているんですが、そちらのご紹介いただきたいと思います。お願いいたします。すいません、はい、どうぞこちらへ、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞどうぞ、はい、まずはあの52席の至福のレストラン電車について教えてください。はい、先にご挨拶をさせていただきます、はい、西武鉄道運輸部スマイル&スマイルスの川崎則夫と申します。はい、この52席の至福のレストラン列車を担当させていただいております。どうぞ皆様お見知りおきくださいませ。川崎さんですよろしくお願いします。あ、じゃあお二人もちょっとはいご挨拶いただきましょう。はい、52席の至福の、ホールサービスをしております高橋と申します。よろしくお願いします。お願いします。同じく52席の至福のホールサービスを務めております白井と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。じゃあ早速なんですが、はい、52席の至福、はい、どんなレストラン電車になってるんでしょうか。はい、この西武旅するレストラン52席の至福につきましては、当社沿線の各沿線各地域の活性化、まあ、秩父エリアをはじめとする秩父地域の活性化、はい、そして、鉄道をご利用いただくお客様に向けて新しい旅行のスタイルの提供というこの2つをですね、テーマに、レストラン列車として日々運行を行っております。はい、そしてあの様々なイベントも行われているんですよね。そうですね、まあ、通常の土曜日日曜日につきましては、昼間は都心から西武秩父まで、そして、夜は西武秩父から都心池袋ですとか西武新宿行きとして運転しております。そして、ごく稀になんですけども、はい、平日の運行もございます。うん、近いところでは12月の12日水曜日、はい、大人のポテクマくん秩父のお酒大集合というイベント、はい、列車を運行します。平日の運転になりますので、はい、昼間、西武新宿から西武秩父まで行って、でまた昼間西武秩父から西武新宿まで、戻ってくるとこういう運行になっておりまして、うん、お値段はそれぞれ行きも帰りも1万円。おー、そしてですね、はい、現在あの、まあ、このコースは、少し前から受付を開始したんですが、まだあのお帰りの西武秩父から西武新宿に向かうコースにつきましては若干の余席がございますので、はい、ぜひ西武鉄道52席の至福で検索してみてください。はい、こちらですね。はい、こちらですはい、わかりました。そしてあのクルーのお二人にもちょっといろいろ伺いたいと思うんですが、あの皆さんはもう実際にいろいろな接客などされていて、こんなシーン立ち会ったとかっていうのはあるんですか。こんなシーンですか。はい、あ、ぜひぜひ白井さん、はい、最近ですとアニバーサリープランが事前にご予約できるんですけれども、はい、あのそのプランを利用されてプロポーズをあの観光電車内でされたお客様のお手伝いに携わることができたので、あの私たちもすごく幸せになって感動をすることができました。
ちなみに成功されてました、はい、バッチリされてました。あ、よかったです。はい、でもそういう記念日にいいですよね。そうですね、うん、毎週ケーキの内容は異なるんですけれども、実際にお越しいただいて、サプライズとして内容も当日しかわからないので、そういったことも楽しんでいただけるかなと思いますし、はい、結婚記念日やお誕生日のご利用もすごく多いので、観光電車をそれで利用していただけると、皆様の幸せに携われることがたくさんできて、私たちもいいですね、幸せ電車ということで、はい、私服の電車なので。そうですね、さすがぴったりでございます。素晴らしい、はい、そしてさまざまな実は環境活動などもされているそうなんですよね。はい、そうですね、まあ、こういう感じで環境活動、地域貢献活動をさせていただいておりまして、はい、秩父市を中心に、1市4町の協力をいただきながら、地域の環境活動をさせていただいております。で、1月から11月の、毎月1回で、全部で6回今年は、やる予定でございます。例えば足学母の、キャンプ場のあたりの河原の掃除をしたりとか、あとは秩父にあるワイナリーさんで、ぶどう収穫のお手伝いさせていただいたりとか、あとは今度やるんですけども、羊山公園の芝桜の苗植えのお手伝いもさせていただきます。はい、はい、これ皆さん参加したいっていう方はどうしたらいいんでしょうか。西武鉄道の、環境活動のホームページがあるので、はい、そちらで検索していただいて、はい、今度は11月の分がまだまだ募集中なので、はい、はい、環境活動で検索してみてください。はい、本当いろいろなレストラン電車だけじゃなくて活動されていて、どうぞ川崎さん、はい、はい、されているんですけれども、はい、いろいろさっきもプロポーズのシーンもあるだっていうので、仕事やりがいがありますね。そうですね。まあいいこともあれば、はい、悪いことも大変なことも、それは人間のバイオリズムと同じようにですね、はい、いい時もあれば悪い時もあると。そうですね、そうですね、はい、まあ、でも素敵な仕事に携われていると思うんですが、実は坪内さん、今日のゲストの、はい、坪内さんも、はい、シェフとして監修されているということで、はい、はい、坪内さんぜひぜひちょっと、はい、出てきてもらって、今回はい、ちょっとメニューちょっとご紹介いただいてもいいですか。さっきのチーズのお話もありましたけれども、はいはい、メインとか教えてもらってもいいですか。はい、ですね、今回はですね、やっぱりその秩父らしさっていうのを料理で表現したいというところでですね、前菜の一皿目はですね、今日もいらっしゃる山並チーズ工房さんの、モッツァレラ、これ秩父の原材料も秩父の牛乳、小金持ちの牛乳を使っているということで、ぜひ使いたいということで西武さんの方のお願いしたら、いや、それは坪シェフが使いたいなら使ってくださいということでですね、まず前菜は山並チーズ工房さんのモッツァレラと秩父のブドウを使ったサラダから始まりまして、あと埼玉県のですね、伝統野菜、在来の青ナスを使ったポタージュ、はい、スープですね、はい、でですね、リゾットは、埼玉県、お米の産地でもあるんですけど、埼玉県産のお米を使ったリゾットに、アユのコンフィを合わせて、そこにですね深谷ネギ、もう埼玉代表する野菜の一つなんですけど、深谷ネギも合わせて、一皿にさせていただいてます。メインディッシュは武州の地がつく武州和牛と、皆野町の、舞茸を使ったお料理ですね。でデザートにですね、小松沢レジャー農園さんの、ぶどうを使って、僕の農場で採れた、プラチナ卵のティラミスと合わせたデザートという形でですね、1市4町の食材をふんだんに使った、コースディナータイム、西武秩父初の方のディナータイムですね、のレシピの方を監修させていただきました。はい、なんかもう今伺っただけでもうよだれが出てきそうな、はい、とっても美味しそうですが、もうそれがぜひ皆さん食べれるということで申し込みしていただきたいですよね。ということで最後にぜひまたPR をしていただきたいと思うんですが、はい、皆さんにお願いいたします。はい、坪内シェフにおかれましては、デビューした年の2016年の夏メニューに引き続きまして、2回目のご監修という形になります。ぜひ皆さん坪内シェフのディナーコースを楽しみに秩父へ来てみませんか。ありがとうございます。ぜひ52席の私服レストラン電車ご利用になってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今日最後は市役所インフォメーションお二方にご紹介いただきます。さあ今日ご紹介いただくのは秋の名選館祭りと雲海シーズン到来の
情報です。まずはもう今日見ただけでもとっても素敵な、はい、これは秩父銘仙ですね。そうです、はい、秩父銘仙の、はい、お祭りがあるということなんですね。そうなんです、はい、10月の27日と28日に、はい、秩父銘仙館で秋の銘仙館祭り行いますので、今日はその紹介に来ました。はいはい、具体的にはどんなことがあるんでしょうか。はい、今回はですね、四季の銘仙と題しまして、12ヶ月おすすめのコーディネートを銘仙館内に展示しております。はい、これは今日のはどんな感じなんでしょうか。今日どんな感じですかね。はい、ちょっと鈴の柄なんですね。はい、素敵ですね。ちょっとぐるっと一周ぜひ回ってもらってすごい素敵が、下の袴がね、今日すごい、はい、素敵ですけれども。はい、ありがとうございます。はい、まず、こういういろんなさまざまな種類の銘仙も楽しめるということですよね。そうですね、ちょうど銘仙館がですね、国の、登録有形文化財に指定されてますので、はい、こういったアンティークの古い銘仙がとてもよく合うんですよ。はい、楽しんでいただけたらと思っております。はい、この銘仙を買うこともできるんですか。そうですね、売店ございますので、そちらにお立ち寄りいただけたらと思います。はい、もう素敵なあの銘仙、秋にぴったりだと思いますので、そして秩父夜祭りにもこういうの着て出かけたいなと思いますよね。 ありがとうございます。レンタルもしてますし、はい、秩父夜祭りの時は絹市を行っておりますので、はい、そちらに足を運んでいただけたら、はい、この銘仙買えますので、ぜひぜひお越しください。いいですね。はい、ありがとうございます。関谷さん、ありがとうございました。さあ、そして続いては、はい、山越さん、はい、何か今日は手品をしていただけるんでしょうか。ちょっと本当はかぶろうと思ったんですけど、クマちゃんの声が取れなかったということで、はい、手で持たせていただきました。はい、あの雲海シーズン到来という、ちょっと今日は情報なんですけれども、はい、はい、ちょっと教えてください。はい、雲海なんですけれども、秋がシーズンということで、10月からすで、に雲海シーズンの方に突入しております。特に11月が発生率が高い月になりますので、そちらの方をご紹介させていただければと思います。はい、今日もなんかちょっと雲海出るかなというような天気だったんですが、そうですね、ちょっと雨が上がりきらなくて、はい、残念でしたけどもね。はい、ただあのいろいろな、朝早く行かないといけないということで、いろんなところで皆さん雲海に合わせたサービスがあるんですよね。はい、まず西武鉄道さん、西武観光バスさんの方で、西武秩父駅とミューズパーク展望台を結ぶ、急行、バスということで、こちらを早朝6時半に、土日祝日限定なんですけれども、今週末から、運行いただく予定となっております。1ヶ月程度運行いただきますので、こちらの方を活用いただければと思います。はい、あの都心から一番近い雲海なんて言われていますので、ぜひちょっと早起きしてお出かけいただきたいなと思いますけども、見学の際に何か注意点などありますか。はい、大変多くの方が、お越しいただきますので、三脚等の撮影の際は、ぜひ順番を譲っていただいて、はい、交代してみていただければ幸いです。はい、そうですね。さあ、そして手に持っているもの、本当気になるんですけど、紹介してもらえますか。よろしいですか。実はすいません、じゃじゃん、お、これは何でしょう、一体。はい、秩父の雲海をモチーフにした商品の方を、八尾本店、酒造りの森さんの方に、開発をいただきました。はい、秩父雲海の濁り酒という。まあ、すごいですね、これちょっと画面で、ね、見えますかね。これ実はお酒のこの下に沈殿している感じが雲海に見えて、こうくるっと回すと、ここ公園橋の、はい、シールが貼ってあるので、本当雲海のように見えますね。はい、なかなかまだまだ、雲海に関する商品の方は、少ないので、このような形で、事業様の方にも開発いただけると幸いです。はい、素敵な雲海を山越さんも見たことありますか。はい、極力今年は行くようにしていますので、はい、まだ見たことはないです一度だけありました、はい、よかったよかった、すいません、ごめんなさいはい、ということで、ぜひ雲海のシーズンになりますので、ぜひ、はい、皆さんにお出かけいただければと思います。ありがとうございました。さあ、ということで、今日も、はい、あの皆さんにたくさんお送りしてまいりましたので、どうぞこちらの方へお越しいただいて、はい、ありがとうございました。いろいろと今日は素敵なお着物を着てきていただいたり、はい、銘仙着てきていただいたりありましたけれどもハッピーハロウィンということでね、これクマちゃんもいますけど、はい、そして坪内さん、あの実はサンフランシスコにも行かれたんですよね。はい、はい、サンフランシスコの方はですね、秩父ナイトという形で、
一市四町の食材を持って、はい、アメリカ最高の日本庭園と呼ばれている箱根ガーデンの方にですね、プレゼンに行ってきたんですけど、秩父の食材、いろんな食材あるんですけど、そば、うどんの乾麺ですとか、それからお漬物、あとはですね、あの加工されたスナックのようなものなどもたくさんあるんですが、そういったものをですね、現地のカリフォルニアの皆さんに食べやすいように、アメリカの、郷土の料理として、はい、レシピを組んでプレゼンさせていただいたんですが、うん、この秩父の石尾町の食材とっても評判がよく、今後、アメリカの方の、販路拡大への、きっかけとなればいいかなと思っております。はい、もう世界に注目される秩父っていうことですよね。はい、はい、もうぜひ YouTube もですね、世界の皆さん見れますし、あの言語のところを選択してもらえればここに言語もいろいろなもので見れますので、ぜひぜひこの後もこのおもてなし TV ご覧いただきたいと思います。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた水曜日来週お会いいたしましょう。さよなら、バイバーイ。